ギョーハー、冬映画限定フォームの総集編だよ。おいおい最近総集編多くないか？手抜きに思われるぞ。でも実際こういうまとめってそれなりの需要はあるだろ。実際今まで投稿したやつも再生数悪くないし。うむ。というわけで、全部一気にドーン。そろそろ雪が降ってる地域もあるんじゃないかな。どうも三大特撮合成獣キメラウプ主です。今日もあなたをヘルライス。史上最もバイオレンスな挨拶であれち。待てカイザリア、なんだ最後のあれちって。あまりにも笑えないと草も生えないって言うだろ。草が生えない。つまりあれちってことだ。俺が考えた。さしてうまくはない。さてさて寒い季節にはやっぱり暖を取りたいもんですな。そんな皆さんに体の芯から温かくなる特集組んでみたぜ。ほほう、それで僕はいますか。いません。我はいるだろ。冬眠してろヘビ。いいんですけど。仮面ライド。ディケイ。来るなら来い。すべてを破壊してやる。仮面ライダーディケイド、劇場隊。登場作品は、仮面ライダー仮面ライダーダブル&ディケイドムービー対戦2010、8月末に放送終了したディケイドの完結編も兼ねた映画であり、最終回から繋がる形で幾度となくライダーたちの襲撃にあった結果、ライダーたちを倒すことにためらいもなくなった世界の破壊者としての真の姿だ。身長192センチ、体重83キロ、パンチ力5トン、キック力10トン、ジャンプ力30メートル、走力100メートル5秒、一見すると見た目に変化はないように見えるが、複眼ディメンションビジョンはまがまがしく歪んでおり、額にあるシグナルポインターは紫に変色している。ハスに構えてはいるものの仲間やつながりを大切にしていた司だが、結局破壊者として全てのライダーとの交戦は避けられず、最初は退けるだけにとどめていたが、最終的には死をもって排除の道を選んだ。その決意がマスクの変化に及んだようだ。あと若干だが基本形態からスペックが上昇してる。パンチ力は1トン、キック力は2トン、ジャンプ力は5メートル上昇、走力は1秒速くなってますね。本当に若干ね。だが容赦がなくなった分、戦闘力の上昇値は若干どころの話ではない。ディケイドの特徴といえば、他のライダーに変身する仮面ライドの能力、そして変身した際アタックライドで所持する能力を発揮できるようになるが、なんと劇場隊では仮面ライドすることなく能力を発揮することができるようになる。物語が始まった時、ディケイドを捜索しているスカイライダー、スーパーワン、カブト、だが飛行中のスカイライダーの背後から突如無数のカードが出現。当然それはディケイドによる奇襲であり、振り切ろうとするスカイライダー、だがしつこく追尾するそれを振り切れず、ディメンションシュートが直撃、火だるまになって墜落し果てる。一部始終見ていた地上の二人は愕然とするが、次の瞬間クロックアップの能力を使ってスーパーワンが奇襲され、すかさずカブトもクロックアップするもインビジブルで姿を消すディケイド。そのまま二人を直線上に位置するように誘導すると、ディメンションキックで二人まとめて爆散。現場に残ったのは彼らのカードとスーパーワンの腕とカブトの角のみだった。インビジブルとクロックアップの併用とかいう鬼畜戦法もそうだけど、めっちゃしつこい追尾機能付きディメンションシュートとかエグすぎるわな。さらに仮面ライダー J との戦いでは巨体ゆえに苦戦するかに思われたが、専用バイクのマシンディケイダーを生かしたマシンサイドバッシャーに変化させ、集中砲火し蜂の巣にした後ギガントぶっ放してとどめを刺した。容赦ねえ。極めつけは強制ファイナルホームライドだ。勇気とブレードが対峙した際にブレードを強制変形させ、そのまま勇気をぶった切り、用済みとなったブレードを投げ捨てた後間髪入れずにとどめを刺す。改めて聞いてもあまりにもあんまりな扱いだよな。特にブレード、まあそんな劇場隊としての行動にも意味があったんだが。ハイパーシャイニングブラスター&サバイブキング大神ゼンペラスーパークライマックスファイナル仮面ライドディケイ。すべてを破壊し、すべてをつなげ。仮面ライダーディケイド、最強コンプリートフォーム。登場作品は同じくムービー対戦2010、紆余曲折あって最終決戦の場、平成ライダーたちが集結する中、ディケイドはコンプリートフォームに変身。その時に変身したのがこの最強コンプリートフォームなのぜ。スペックは不明。というか、なんでこんな形態になったのか一切不明。言及も全然なかったからマジで謎な形態なんだなこれ。ディケイド。というかあのプロデューサーと脚本家ならこんなもんだろ。さすが経験者は言うことが違う。通常のコンプリートフォームと比較して違う点はというと、胸のヒストリーオーナメントに描かれた各ライダーのカード、これがそれぞれの最強フォームに変化している。さらに通常のコンプリートフォームでは自立行動できなかった各ライダーだが、こちらではしっかり自立行動が可能だ。まあこれは本人たちがその場にいて直接変身させたからだけどな。ちなみにクーガは原点ではなくリマジの方の最強形態であるライジングアルティメット、電王はライナーではなくディケイドとの共演映画で登場したスーパークライマックスフォームへの変身でした。こいつ個人的に何が面白いって公式が名前に最強ってつけてる点だと思う。ファイナルフォームライド。サイクロン、サイクロン、ジョーカー、ジョーカー。ちょっとすぐ舞台ぞ。
行くぜ、二人で二人の仮面ライダー。仮面ライダーダブル、サイクロンサイクロン、ジョーカージョーカー。登場作品はまたまた同じムービー対戦2010、ディケイドのファイナルフォームライドで仮面ライダーダブルが変形、なんと二人に分裂してそれぞれで1形態となった。ディケイドの力で変身した特殊な形態のためスペックは特に明記されてないし、出番自体もごく短い。まあ仕方ないかもしれませんね。なんせスーツがなくてサイクロンジョーカーを CG 合成で左右同色にしてるだけですし、いくら映画で地上波より予算はあるだろうとはいえ、あんまり長々登場させてもかさみそうですからね。その処理方法の影響で後に映像作品に登場するジョーカーに比べ、中央の縦線がサイクロンジョーカー同様銀色になっており、ドライバーもロストドライバーではなくダブルドライバーになっている。うぷ主、言いたいことはわかります。語ることがこれ以上ないんですね。そりゃ特殊な形態だからな。ところがどっこいそういうわけじゃなく、実はサイクロンジョーカーに比べて決定的に変化してる点がある。身長195センチ、体重85キロ、パンチ力4トン、キック力8トン、ジャンプ力70メートル、走力100メートル 7.8 秒。しれっとサイクロンジョーカーより少しだけスペックが向上してるんだよな。まあ走力は落ちたけど、それぞれ数値は共通だな。まあこれといった特殊能力も披露してないから本当にそのくらいだけど。この当時の冬映画よくあることだな。未来の力をその手に掴め。仮面ライダーオーズ、スーパータトバコンボ。変身音のスーパー部分の主張がやたら強い剣。登場作品は仮面ライダー仮面ライダー、フォーゼ&オーズ、ムービー対戦メガマックス、ラスボスである超銀河王との対決の際、あらかじめ劇中知り合った未来の仮面ライダー、ミハルから受け取った、未来のコアメダル、スーパータカ、スーパートラ、スーパーバッタのメダルを使い変身。それがこのスーパータトバコンボなのぜ。身長198センチ、体重87キロ、パンチ力8トン、キック力25トン、ジャンプ力300メートル、走力100メートル3秒、目を引くのはオーズライダー最大のジャンプ力だ。各種のスペックはタトバコンボから順当に強化されており、トラクローは常時展開状態となり、タカヘッドはタジャドル同様タカヘッドブレイズに変化している。キック力も10周年で登場した形態たちが来るまでは最大だったぞ。こう聞くと比較的バッタレックが優秀なのでは。そりゃ基本形態で190メートルものジャンプ力を生むほどですからね。さらに最大の特徴として、未来のコアメダルを使っているという使用上、時間停止の能力が効かないという特殊能力を持つ。超銀河王との戦いでもその力を遺憾なく発揮してたな。この形態が登場していたことで元よりコントとしていたオーズの最強フォーム論争がさらに激化するようになるのぜ。一部ではクトテラは最強フォーム、最終回タジャドルを最高フォーム、そしてスーパータトバが究極フォームで住み分けておるようだが、というわけで今回はここまでだ。正直夏劇場版以上に語りにくい気がする。まあ詳細なスペックが不明だったり出番自体が少ないのも原因だよな。ところでこの冬映画登場フォームの解説って何回に分けてやるんですか？大体5回に分けてやる予定だな。順調にいけばちょうど今年の冬映画が公開される当日になるかな。クックック、我の勇姿をしっかりとその目に焼き付けるのだぞ。勇姿があればいいですけどね。今のところ登場するかわからないからな。しなかったら盛大に笑ってやるからな。こいつら全員うるしに隠れればいいのに。冬あるある、こたつで寝る。なおこたつで寝ると低温やけどや最悪火災の危険もあるので要注意。ってなんでいきなりそんな話をしたのよ。どうせ適当なこじつけで導入という名の茶番をしてるだけだろ。失敬なことを言う AA だね。お前みたいな失礼な AA は他にいないよ。そもそも喋る AA が他にいないんだが、だが実際問題なぜそのような話題を出した。おいおいブラッカー、曲がりなりにも1年の付き合いのお前がわからないとは悲しいね。1年はそこまで長くないと思うが。いやいや何言ってんの、ライダーも戦隊も1年放送でしっかり印象に残るだろうが、そんなのは何の言い訳にもならない。いいんだぞ黒蛇くん。いいんですけど。お前と優雅のフィギュアポチったんだからせいぜいあがめろよ。ありがとうございます。であるあるネタやった理由は、導入思いつかんかったから適当な話題ぶっ込みました。こじつけですらなかった模様。ロケットスーパーロケットボンなでしこ、お前の力借りるぞ。仮面ライダーフォーゼロケットステイツ。登場作品は、仮面ライダー仮面ライダー、フォーゼ&オーズ、ムービー対戦メガマックス、以前紹介したスーパータトバコンボと同じタイミングで登場した形態なのぜ。仮面ライダーなでしこことなでしこと交流し絆を深める仮面ライダー部、だが彼女の持つ力を求めて財団 X のレムカンナギからの襲撃に遭い、奮闘虚しくなでしこはエネルギー体へと変換されてしまう。そんな彼女が今はの際に託したのがロケットスイッチスーパーワン、そのスイッチを使用し変身したのが仮面ライダーフォーゼロケットステイツなのぜ。身長200センチ、体重116キロ、パンチ力 2.4
1トン、キック力 6.3 トン、ジャンプ力18メートル、走力100メートル 7.3 秒、通常のロケットスイッチは単に右腕にロケットを展開するだけだったが、この形態では両腕に展開しスーツの色もロケットと同じくオレンジとなっている。なおスーツの形状については一切変化がない模様。単体のロケットモジュールの出力が 1.5 倍になった上に、両腕に展開されてる都合上単純な出力は3倍に跳ね上がっているぞ。片腕だけだとバランス取りにくそうね。その点こっちは両腕だからバランス面も改善されてそう。三次元的な動きはフォーゼの形態の中でも随一だな。でもこれだけだと特徴に欠けるような。安心しろ、これだけじゃない。ロケットステイツ最大の特徴はコズミックエナジーを吸収し自身の力に変換、能力を爆発的に強化する能力を持つことだ。劇中でもなでしこのコズミックエナジーを吸収し取り返しつつ強化してたのぜ。でも冷静に考えるとフォーゼ世界じゃないと特徴いきそうにないような。それはどのライダーでも当てはまるから。なお通常時のパンチ力は上記の通りだが、加速をつけた際は 5.1 トンに上昇するぞ。必殺技はロケットの推進力で加速し、キリモに回転しながら突進するライダーキリモにクラッシャーだ。ドリルスイッチの併用で放つライダーダブルロケットドリル宇宙キックもあるぞ。ライダーロケットドリルキックの強化版って感じですね。てかフォーゼってレバー操作したりするのよね。両手ロケットになってて操作できるの？問題ない。操作の時は一時的にモジュールが分解されるから。なおこの形態は後に本編41話や最終話にも登場してるぞ。この手の登場って先行登場として扱うか特別出演として扱うか分かれますよね。絆の力で三位一体。仮面ライダーフォーゼメテオナデシコフュージョンステイツ。ゆっくりボイスだと正しく発音できないのはお約束。登場作品は仮面ライダー仮面ライダーウィザード&フォーゼムービー対戦アルティメイタム。強敵ザタンとの決戦時にフュージョンスイッチを使ったフォーゼ、その結果その場にいたメテオやナデシコの力が収束し一つとなった。それがこのメテオナデシコフュージョンステイツなのぜ。身長205センチ、体重105キロ、パンチ力 7.5 トン、キック力9 トン、ジャンプ力20メートル、走力100メートル 5.8 秒。ざっくり言うとメテオフュージョンとロケットステイツが合体した感じですかね。パンチ力はフォーゼライダー最大値、キック力と走力はメテオストームに次ぐ2位。ただなぜかメテオフュージョンステイツの時よりジャンプ力が低下してる。さっきも思ったけどロケットついてるならジャンプの数値ってあんま意味ないわよね。東映はなぜか飛べるやつにもジャンプ力を設定したがる。そのくせジャンプ力無限なんてやつもいるからもうわからんのぜ。なでしこスイッチをオンにするとスキー板を模したホバリングリフターを展開。後部に備え付けられた小型ジェットノズルグローンスプリンター、噴射すると音速を凌駕するスピードを発揮する。ロケットと合わせてとんでもないスピードになりそうね。スペックの数値には反映されてませんけどね。ちなみにロケットモジュールを射出してロケットパンチ的なこともできます。ロケットパンチといえばマジンガー Z だよな。水木さん、また惜しい人を亡くしたのぜ。心よりご冥福をお祈りします。話を戻して、必殺技はロケットステイツ同様のキリモミアタック、ライダーアルティメットクラッシャー。絆の力で三位一体か。きっと神秘的で奇跡的な理由で合体したのね。なおメテオはともかくナデシコが合体した理由は不明だったりする。そこはっきりさせてほしかったな。ルパチマジックタッチゴー、ルパチマジックタッチゴースペシャルラッシュフリーズフレームウォーターハリケーンランドゥ。4色のエレメントの力を一つに、仮面ライダーウィザードスペシャルラッシュ。登場作品はメテオナデシコと同様、こちらも強敵ザタンとの決戦。美少女仮面ポアトリンが生み出した指輪、スペシャルラッシュウィザードリングを使用しチェンジした形態なのぜ。身長205センチ、体重115キロ、パンチ力推定 10.5 トン、キック力14 トン、ジャンプ力30メートル、走力100メートル5秒。外見はほぼ本編のオールドラゴンと一緒なんですよね。まあカラーリングがこっちは赤ベースに染まってますけど、あとスペックもオールドラゴンの方が高いしな。というよりオールドラゴンはこの形態のリペイントだから似てて当然だけど、当初スペシャルラッシュは登場する予定じゃなかったみたいだが、監督の坂本浩一氏の要望で登場させるに至ったらしい。おお、生身アクションといえば坂本浩一と呼ばれるあの方ですか。胸のラッシュスカルから火炎攻撃を繰り出し、ラッシュウィングによる高い飛行能力、ラッシュヘルグローの炎の斬撃、ラッシュテールで投げ払ったり一つ攻撃することも可能。まあこの攻撃パターンもオールドラゴンとほぼ一緒なんだけどな。ウィザードラゴンの力を表面化し十二分に発揮してる形態なのぜ。ドラゴン、俺に力を貸せ。
仮面ライダーリザード、インフィニティドラゴンゴールド。登場作品は仮面ライダー仮面ライダー、ガイム&リザード、天下分け目の戦国ムービー大合戦、レンゲザ武神ガイムとの最終決戦、ガイムと共に本丸に乗り込もうと、フィニッシュストライクリザードリングで変身したのがこの形態なのぜ。身長202センチ、体重116キロ、パンチ力推定 18.9 トン、キック力34トン、ジャンプ力45メートル、走力100メートル 4.2 秒、スペックはその全てがリザードのライダーでトップであり、魔力が高まったことによりインフィニティドラゴンが黄金に変化、胸部にはドラゴンスカルも出現し大幅に戦闘力がアップしているはずだ。なんでそんなに歯切れ悪いのよ。確実にインフィニティドラゴンより強化されてるとは思うんだが、いかんせんそのインフィニティドラゴンが必殺技を打つときしか変身してないし、しかも変色に関しては劇中一切触れられてませんしね。なこと言ったら相変わらずリビワの羊不明だけどな。しかも多少攻撃に応戦した後変身解除したから、こっちもこっちで活躍短いんだよなこれ。視聴者間では通常色か金色どっちが好きかで分かれてるそうな。俺は通常色のが好き派です。は、金色こそ至高だろ。自分の必殺技がゴルドだからって金色ひいきは見苦しいぞ。豪華で強そうだろうが金色は。なんだこの中途半端性能め。貴様言ってはならないことを。全く見苦しいぞ。男は皆黒色が好きに決まっているだろう。男の子ってこういうのが好きなんでしょ的な。いやいやだからってそんな簡単じゃないだろ。12秒じゃあるまいし。黒こそ至高。漆黒に勝るものなし。12秒でした。最近思うわけよ。白髪でも増えましたか？増えてねえし生えてねえよ。じゃあ頭頂部のそれは何ですか？ヒゲ。もしかしてトウモロコシですか？っていきなりどうしたんだよ。いや毎日投稿で編集とかしてるとさ、魔法使えたりしたら楽なんだろうなって思ったりするのよ。それが25歳独身男性が思うことか。だまり。大丈夫ですよウプ主。あと5年もすれば自然と使えるようになります。そういう意味じゃクソガキ。全く何言うかと思えば、魔法なんてこの世にあるわけないだろ。お前が一番言っちゃダメなセリフだよ。それに鎧武者が魔法を使えるようになる時代だぞ。俺が慣れなくてどうする。ここからは、俺のショータイムだ。アーマードライダーガイム、ウィザードアームズ。登場作品は、仮面ライダー仮面ライダーガイム&ウィザード、天下分け目の戦国ムービー大合戦、レンゲザ武神ガイムとの最終決戦、ウィザードがインフィニティドラゴンゴールドに変身する横で変身した。使用するのは武神ウィザードの形見であるフレームウィザードリングと、ヘルヘイムの果実が融合したことで誕生したウィザードロックシード、戦国ドライバーに装填しウィザードの鎧をまとった姿が、このウィザードアームズなのぜ。身長203センチ、体重110キロ、パンチ力 11.2 トン、キック力 10.2 トン、ジャンプ力24メートル、走力100メートル 6.3 秒、なんか知らんがキック力よりパンチ力の方が高い謎アームズだ。パンチしないウィザードのアームズなのになぜこんなことになるのだ。というかこいつまともにウィザードの力使ったっけ。いやいや何言ってんのよカイザギア。わざわざレジェンドの力借りてるのにそんなことあるわず。一つも使ってません。あれ変身して早々ホバーバイクのダンデライナーで武神ガイムに特攻するんだが、そのダンデライナーのビーム打って応戦するくらいの活躍だったし、一応ウィザーソードガンも使えるみたいだが当然未使用に終わった。他のアーマードライダーもレジェンドアームズに変身するんだが、そっちでは原点のライダーの能力を遺憾なく発揮しておるのにな。目立つ点といえばせいぜいビーストにウィザードと間違えられたくらいですし。あれはわざとだろ。なお一応鎧には魔法やエネルギー攻撃を防ぐ機能がある模様。あと当然ながら必殺技は一切未使用。登場した意味とは。俺たちのステージ、ひとっ走り付き合えよ。アーマードライダーガイム、ドライブアームズ。登場作品は仮面ライダー仮面ライダー、ドライブ&ガイム、ムービー対戦フルスロットル、強敵メガヘクスとの戦いで驚異的な修復力の前に苦戦するドライブとガイム、そこに駆けつけた始まりの女こと前の力で互いに手を取り合い、新たに誕生したドライブロックシードを使用し変身するのがドライブアームズなのぜ。身長203センチ、体重102キロ、パンチ力 14.6 トン、キック力 18.1 トン、ジャンプ力30メートル、走力100メートル 5.2 秒。ドライブの力使ってるって割にはそんなに速くないわね。一応これでも原点のタイプスピードドノスのスピードよりかは速いんだぞ。戦闘ではドライブの武器であるハンドル剣を使用する。当初は普通に切るだけだったがドライブに使用法を教えてもらい、加速をつけながらぶった切る戦法も披露した。ちなみに普段は強化形態の時くらいしか変化しないフロントブレードだが、この形態ではドライブのロゴを模した形状に変化してるのぜ。誕生経緯から言っても特別な力を持ってそうだからな。ある意味で当然といえば当然だけど、必殺技はカッティングブレードを一回倒して発動する。空中に出現したロードを滑走しすれ違いざまに切るドリフトスラッシュだ。さてこれと同時に登場
場したもう一つの形態も紹介しなくちゃな。ドライブタイプフルーツオンステージ。ここからは脳細胞がトップギアだ。仮面ライダードライブタイプフルーツ。登場経緯はドライブアームズと全く同じ、というかドライブロックシードと一緒に誕生したこのアイテム、シフトフルーツで変身した姿がこのタイプフルーツなのぜ。身長202センチ、体重111キロ、パンチ力 15.3 トン、キック力 17.4 トン、ジャンプ力30メートル、走力100メートル 5.4 秒、特徴の一つであるタイヤはオレンジを模してあり、頭部には時代劇の旅人が被ってそうなサンド傘である大傘。これは投擲して攻撃も可能。武器には外務の使用する無双セイバーと大丸を装備し二刀流で戦う。帽子の成果見た目がちょっと和風テイストね。ちなみにプロトドライブの改造であり、その後ハイスピードに改造されてるのぜ。ドライブはこの手のレジェンド系変身は初だったこともあり新鮮な反応だったが、外務の方は経験者ということもありやっぱこう来たかという反応だったな。というかドライブがレジェンド系の形態に変身したのこれが最初で最後だけど、必殺技は無双セイバーを薙刀モードにしてはギリオレンジの足場に乗り、すれ違いざまにぶった切るものだ。なお全くの余談だが、メガセックスが本拠地。というか厳密に言うと本体である惑星に帰還し、それを追うためにトライドロンに登場しようとした。が、両者ともにパーツが干渉して乗れないというハプニングが発生する。最終決戦も佳境で何やってんのよ。結局それぞれ基本形態にチェンジする羽目になったのぜ。なおそれ以降登場なし。なんて微妙な退場の仕方。個人的には外務序盤のちょっとおバカなコータが見れて嬉しい。その後もシートベルト着用でわちゃわちゃしてましたね。一刻を争う状況でもシートベルトはつけさせる公務員の鏡。なおドライブが乗ろうとした時大々傘がひしゃげてたから、案外柔らかい素材なのかもしれない。それをよく投擲武器にできるわね。ところでネーミングセンスが終わってるで有名なしんのすけだが、この映画でもそれを遺憾なく発揮してたぞ。ああ、最後のダブルライダーキックな。そう、その名もオレンジタイヤ、ダブル荷重キック。ひどすぎて泣きそう。コウタもさすがにちょっと引いてましたとさ。シグナルバイクシフトカーライダーデッドヒート。仮面ライダー、デッドヒートドライブ。登場作品は仮面ライダー仮面ライダー、ゴースト&ドライブ、超ムービー対戦ジェネシス。不思議な超常現象を調査しに大天空寺にやってくるしんのすけとキリコ。その時ガンマウルティマがアイコンを盗むという事件が発生し、タケルがゴーストに変身して応戦するんだが、ガンマは肉眼では見えず旗から見たらタケルが一人で暴れてる光景。誤解が生じて駆けつけたゴーとタケル、さらに謎に甘いとか言ってまことも加わり、それを抑えるために変身したのがこのデッドヒートドライブなのぜ。ドライブシステムが凍結され変身できないしんのすけだったが、ハーレー博士に作ってもらったしんのすけ用マッハドライバー炎で変身した。見た目はシフトブレスがないこととドライバー以外は完全にドライブのタイプデッドヒートだ。スペックも全く同じ。劇中では序盤に1回だけ変身しただけで出番も短かった。しかも後の小説では旧作り品だったせいでこの映画の後に壊れたらしい。それと媒体によって名称が安定しておらず、一部ではタイプデッドヒートとも記載されている。劇中では一切名前でなかったからな。ドライブって携帯名が劇中で呼ばれることが多かったしなおさら。タイプスピード。過去の力でも一っ走り付き合えよ。仮面ライダーゼロドライブ。タケルと共に2005年に飛ばされたしんのすけ。そこにいたのはその時代、つまり過去のベルトさんだった。敵が出現し応戦するためにシフトスピードプロトタイプで変身。それがこのゼロドライブなのぜ。身長199センチ、体重99キロ、パンチ力 3.9 トン、キック力 5.8 トン、ジャンプ力 27.5 メートル、走力100メートル 6.2 秒。劇中の時間軸では最初に登場した仮面ライダーとされており、スペックはタイプスピードは愚かプロトドライブよりも低い。それでも1年間戦い続けたしんのすけの戦闘力と経験値でなんとか補っている。見た目もどことなくプロトドライブに近い色合いだよな。まあこれはプロトドライブのスーツ自体リペイントを繰り返してるからだが、マスク含めた全体ってわけじゃないけどな。一部だけの話だが、プロトドライブからタイプフルーツになってさらにタイプハイスピードに、そしてダークドライブに改造されてその後ゴールドドライブに改造、そんでここに至るわけだ。なおこの撮影の後プロドライブに戻った模様。巡り巡って改造元に戻ったんだ。ちなみに現代のドライブと違いエンジンをかけずに変身するらしく、初変身の際いつもの手順を行おうとしたしんのすけは苦言を呈されてたぞ。
ところで前回カラーリングについて論争してたけどさ、お前らとしては黒と赤のカラーリングってどうなの？ドストライクです。これ見ながら白飯5杯は食える。神社すぎてキモい。いっそ霊体になったら疲れを感じなくなるのではないか。そんなことを考える今日この頃。何考えてんだよ。毎日投稿も今日で早7回目。ウプ主の精神も良い感じに決まってきてるようですね。頼むから正気は保ってくれませんかね。ウプ主よ、今の心境を聞かせろ。ただひたすら眠い。1日8時間しか寝てないから眠い。健康的な睡眠時間なんですがそれは。なんかでっかい川の向こうでイエローライオンに似た人が手を振ってる。その人は多分生身でガンマと渡り合える人だと思う。俺に力を貸してくれ父さん。仮面ライダーゴースト父さん魂。登場作品は仮面ライダー仮面ライダーゴースト&ドライブ超ムービー対戦ジェネシス3体のメマが融合し誕生したミケランジェロガンマ。ドライブと連携し応戦するもその巨体の前に捕まってしまうタケル。その時父である竜の魂が目の前に現れ、ムサシ、ニュートン、ビリーザキッド、ベートーベン、ロビンフッドのアイコンと融合。誕生したパーカーゴーストがさらに父さんゴーストアイコンに変化。それを使って変身したのがこの父さん魂なのぜ。身長204センチ、体重111キロ、パンチ力 8.8トン、キック力13トン、ジャンプ力43メートル、走力 100m 5.4秒。外見上はテレビシリーズに登場する闘魂ブースト魂と全く一緒だ。というかゴーストの東映公式サイトでも闘魂ブースト魂として扱われてるし。かと思えばライダーズ館は父さん魂と闘魂ブースト魂で別項目扱いだけどな。なんか違いでもあるの？音声の闘魂の部分が全部父さんになっているのぜ。他には何か？いやそれだけですが。なんじゃそら。武器も同じく闘魂ブースト魂から使用されているサングラスラッシャーを使用する。関係ないけどサングラスラッシャーとサングラスオードをたまに間違える。本当に関係ないな。ちなみに闘魂ブースト魂も U さんの力が宿った形態ですので、ぶっちゃけ名前違いにする必要あったのかは本当に疑問です。おもちゃでも父さんゴーストアイコンって発売されてませんし。闘魂ブーストアイコンにモード切り替えで収録できなかったんだろうか。ただ変身解除の時のサンキュー父さんの音声好き。海岸平成ライダー新たな個性、これが平成。ノーコンティニューで、命、燃やすぜ。仮面ライダーゴースト、エグゼイド魂。登場作品は仮面ライダー平成ジェネレーションズ、ドクターパックマン対エグゼイド&ゴーストイズレジェンドライダー。パックマンウイルスに対抗するために、最終回後の特別編でエグゼイドが共演した際に入手したアイテム、エグゼイドゴーストアイコンを使用し変身する形態なのぜ。スペックは不明、姿はエグゼイドを模されており顔面は完全にエグゼイドそのものと言ってよい。戦闘スタイルもアクションゲーマーのようなアクロバティックで軽快。武器は一応ガシャコンブレイカーを使用できるみたいだが、劇中では終始ガンガンセイバーで戦ってたのぜ。というか個人的疑問なのか、変身音声が平成魂のものと全く同じなことだが。いやいやそりゃお前あれだよ、大人の事情だよ。もふたもない。必殺技はオメガドライブエグゼイド、ざっくり言うとマイキクリティカルストライクだな。そして終盤満身創痍のタケルは追い詰められてしまう。グレートフル魂でも無限魂でも叶わず万事休すかと思われたが、信長さん、秀吉さん、家康さん、力を借ります。仮面ライダーゴースト、天下統一魂。ハテナバグスターとの戦いで追い詰められるタケル、とどめとばかりに放たれた攻撃になおボロボロの状態で立ち向かう。その姿に感銘を受けた信長、秀吉、家康のゴーストが融合。誕生した天下統一ゴーストアイコンで変身するのがこの形態なのぜ。スペックは不明、その姿は金色のパーカーを羽織っており豪華絢爛。随所にホトトギスを模した造形を施されている。あの三人でホトトギスといえばあの有名な若だろうな。それぞれの性格を表すように読まれたホトトギスの若よね。中野なら、殺してしまえ、ホトトギスが信長で、中野なら、中
かせてみせよう、ホトトギス、が秀吉、泣かぬなら、泣くまで待とう、ホトトギスが家康。頭部のフードにあしらわれたホトトギスは目が罰になって死んでいることを表現し、右肩の口を開けたホトトギスが泣かせてみせようを表現し、左肩の口を閉じているホトトギスが泣くまで待とうを表現している。戦闘ではゴーストの武器はもちろん、スペクターやネクロムの武器も使用し、ハテナバグスターを終始圧倒した。必殺技は3回使用されており、この手の形態には珍しく大盤振る舞い。1回目はナギナタモードのガンガンセイバーで連続切り、2回目はガンガンハンドとガンガンキャッチャーの2つの銃モードからエネルギーの弾丸を発射するパターン、そしてハテナバグスターを撃破したのがサングラスラッシャーとディープスラッシャーの二刀流で切り裂くパターンだな。でまあ間違いなく強いのは確かなんだが、いかんせん評価の分かれる形態となっているのが難点か。え、なんでよ。単純な話、無限魂で歯が立たなかった相手をなぜこの形態で撃破できたかという点だな。コンセプト的に英雄の力で太刀打ちするという点はいいんだが、そもそもその前に15人の英雄の力を集結させるグレートフル魂が敗北し、さらにそれより戦闘力が上の無限魂すら完敗した。なのになぜ3人ぽっちの力が集結したくらいで倒せるのかという疑問疑念が視聴者の間で生まれてしまったのぜ。要はパワーバランス崩壊してるんじゃってことですよね。確かにそう言われると不自然ね。しかも信長はまだしも秀吉と家康のゴーストなんか今まで登場してないし、あのハゲネズミとタヌキどっから湧いて出たって感じだよな。まあ信長に関してもスペクターが所持してたものなのに、いきなりタケルの元に飛来するのも謎ではあるがな。そこに行き着くまでにそういう過程があればいいのだが、いきなりなんか目立ってきましたもんね。シャシャリオってあの第六天魔王、急にどうしたお前。以上の点からこの形態が無限魂より強いという劇中の描写が納得いかない視聴者が多く見られる。なんとも言えないわね。海岸ゴースト、ガッシャット、ガッチャン、レベルアップ、命燃やす客の決める俺がゴースト。ノーコンティニューで命燃やすぜ。パート2、仮面ライダーエグゼイド、ゴーストゲーマー。パックマンウイルスに対抗するために、クロトがタケルから借りた俺ゴーストアイコンを解析、そのデータを元に開発された海岸ゴーストがシャットを使用し変身したのが、このゴーストゲーマーなのぜ。身長204センチ、体重96キロ、パンチ力 5.5 トン、キック力10トン、ジャンプ力42メートル、走力100メートル 5.8 秒、外観はフードをかぶった状態の俺魂を模している。我はこれがスピードスケートの選手に見えてならない。スキージャンプの選手に見えなくもない。劇中では CG 合成されたレベル1に変身した後、このレベル2に大変身した。ゴースト特有の全身透明化し半実体化させる機能を持ち、物体のすり抜けや空中浮遊、さらにガンマの視認や攻撃も可能になる。パックマンウイルスに対抗するシステムを内蔵しており、パックマンウイルスへの特攻持ちの形態と言えるのぜ。必殺技は海岸クリティカルストライク、足にエネルギーを収束させて放つライダーキックだ。あの神は本当にこういうところでは役に立つ。勝利の法則で、クリアしてやるぜ。仮面ライダービルド、エグゼイドフォーム。登場作品は、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナル、ビルド&エグゼイドイズレジェンドライダー。物語冒頭で不思議な夢を見た戦と、その後出現したネビュラバブスターと戦闘するのだが、この敵、なんとエグゼイドの世界にあるガシャットの力でなければ倒せない。当然ビルドでは対処できないのだが、夢から覚めた時のことを思い出す。いつの間にか持っていたゲームフルボトルとドクターフルボトル、この二つを使用し変身したのが、エグゼイドフォームなのぜ。この形態になってようやく対処ができるようになったんだ。身体スペックはエグゼイドのアクションゲーマーと寸分違わず全く一緒。姿もドライバー以外は全く同じと異例な形態となっている。武器はガシャコンブレイカーのほか、ドリルクラッシャーも使用した。劇中では序盤にネビュラバグスターに応戦するために変身して出番が終了。フルボトル自体はエグゼイドの復活に役立てられましたがね。さてお前ら、そして視聴者の皆様、明日はとうとう映画公開だぞ。我の勇姿しっかり見るのだぞ。あればいいですね。充電しろ。冬映画限定ホーム解説も今回が最後でございます。
というわけで早速、おいキメラ。はいキメラです。前回ダブルアクションゲーマーは解説しないのかというコメントが結構あったが、どういうことか説明しろ。まあいいけど、あれってさ、俺の中で限定フォームってよりも、先行登場フォームって感じなのよね。一口に劇場版限定フォームって言っても本編にも登場したりするじゃん。そうなったら限定フォームじゃないわよね。じゃあどこで線引きするかって結局人によると思うんだけども、俺の中で本編で継続的に登場する形態が映画で先に出てきた場合、それは限定フォームではなく先行登場として扱うようにしてる。ただ本編に登場しても継続的ではなく特別出演的な演出で登場するやつもいるだろ。一回だけとか特別な時だけとか、そういうのは実際登場が映画限定ではないけど、俺は限定フォームとして扱ってるってわけだ。でも前回クーガーアーマーとか解説したっけ？あれはどう考えても本編の展開的に映画限定で終わる形態じゃないしな。まあ結局は人それぞれなんでしょうけどね。ジャンプ！夢に向かって飛べ仮面ライダー001。登場作品は、仮面ライダー、令和ザ・ファースト・ジェネレーション、アナザー・ゼロワンの誕生で歴史が改変され、ゼロワンに変身できなくなったアルと、レジスタンスの基地に転がり込むが、そこにヒューマギアの襲撃を受ける、自身もアナザー・ゼロワンに襲われるアルトだが、そこに謎のフードの男からフォースライザーを投げ渡される、ライジング・ホッパープログライズキーを使用し変身したのが、この001なのぜ。身長 196.8cm、体重 92.1kg、パンチ力 9.1 トン、キック力 52.6 トン、ジャンプ力 63.5 メートル、走力 100 メートル 3.4 秒、パンチ力とキック力の差がえぐい。それはゼロワンにも言えることだからな。まあキック力はパンチ力の3倍あるって言われてます。3倍どころか6倍あるんだけど。まあどこぞの魔王様はきっちり3倍だし、シンプル造形だったゼロワンに比べて高速具のような見た目で重厚感があり、この手のその場しのぎ系の形態は大体低スペックになるのが常なんだが、こいつはむしろゼロワンを上回るという異例のスペックになっている。これは変身に使うフォースライザーがもともとヒューマギア用で、そのスペックの人間を上回るヒューマギアが装着する仕様上こちらのスペックも高い。それ、人間が装着して大丈夫なの？大丈夫なわけないじゃん、何言ってんの。常識だろみたいに言われても。フォースライザーを装着するときに飛び出すベルト帯はトゲだらけ。変身しようとすれば黒い稲妻が走り激痛で苦しむアルト。最後は高速具がゴムパッチンのごとくものすごい勢いで張り付いてくる。これが痛くないわけがない。ちなみにテレビシリーズでアルトはヒューマギアであるという展開も考えられたが放棄。映画でも歴史改変にでアルト型のヒューマギアがこのベルトで変身する初期案だったが、結局登場しないことになった。だから本体が苦しむ展開になりました。防衛はいつも鬼畜。なお高橋くんは監督から体内の血液を沸騰させながら戦ってる感じで演技して、という注文を受けたからめっちゃ叫んだらしい。さすがは叫びと闇落ちに定評のある高橋文也。まあ後に本当に体液沸騰する形態に変身するんだけどねこの人。社長休め、今すぐに。必殺技は2種類。まずはライジングディストピア、ベルトの引き金を1回引いて発動する、多分高速移動系の技。そして引き金を2回引いて発動するライジングユートピア。これはまあ要はライダーキックだ。ライジングユートピア、超意訳すると、夢に向かって飛べ、まさにアルトにふさわしい技名になってるのぜ。勇気、愛、誇り、三つの力を持つ神獣が今ここに。烈火抜刀。愛情のドラゴン。勇気のドラゴン。三位一体、破滅の勝負だぜ。仮面ライダーセイバー、エモーショナルドラゴン。登場作品は、劇場短編、仮面ライダーセイバー、不死鳥の剣士と破滅の本、世界を破滅に導く無の剣士、仮面ライダーファルシオン言葉派と、なんとか対抗するトウマだったが彼の持つ不死の能力に大苦戦、だが諦めない彼の気持ちがブレイブドラゴンを突き動かし、破滅の書から飛び出した2体の竜、誇りを司る黒い竜、ルーンディムドラゴン、愛を司る白いドラゴン、ルーンブライトドラゴンを結び合い、勇気、愛、誇りの力を宿した本、エモーショナルドラゴンワンダーライドブックが誕生、その力で変身したのが、このエモーショナルドラゴンなのぜ。
身長217センチ、体重 123.5キロ、パンチ力 35.3トン、キック力 68.3トン、ジャンプ力 65.3メートル、走力 100m2.3秒、背中に飛行能力をもたらすセーリングマントを装備し、それだけでなく愛情の力で変身者を追い出すフィールドを展開する。深い静寂を滑るルーンディムドラゴンの力を宿した左半身は、受けた衝撃を鎮静化させてダメージを最小限に抑える。装備されている盾、その名も滅界の盾は、破滅の書の力を利用してダメージを無へと返す機能を持つ。その力で劇中でもバハトを再び破滅の書へと封印したのぜ。ちなみにエモーショナルとは、感情的な、と意味する形容詞だそうです。エモいの語源だよな。後にあの悪名高き本編35話でも登場。この時も再びバハトに対抗するために変身し、誕生経緯から言ってもバハトへの特攻のような形態と言える。まあ35話に関してはマスロゴに変身に誘導されたようなもんだがな。しかもその後のセイバー坂が悪い意味で印象に残りすぎるという悲劇。なんて不遇な。必殺技はライダーキックの上流進撃波だ。ハーフ、いや、ハードボイルドに決めるぜ。仮面ライダーリバイ&バイスコンドルゲノム。登場作品は仮面ライダー、ビヨンドジェネレーションズ、ギフの親類である悪魔、ディアボロ、その進撃の前にリバイスコンビは大苦戦、さらに仮面ライダーセンチュリーが加わろうとしたが変身が不完全であり、暴走形態、センチュリーブレイクになってしまう、現場には一般人もまだおり、このままでは巻き込むと判断し、コンドルバイスタンプを使用し変身したのがコンドルゲノムなのぜ、猛禽類のコンドルの力を宿したゲノム、モチーフは仮面ライダージョーカーだ、ダブルがモチーフのイーグルゲノムをパワー特化にした形態らしいんだが、いかんせん劇中では変身中に爆炎に飲み込まれた後、リミックス形態リバイスコンドルの状態で出現しセンチュリーブレイクを抱え離脱、その後すぐに変身解除されたのでコンドルゲノムとしての姿は見せていない。てかあの場面別にイーグルゲノムでいいよな。それは言わないよ約束。映画だから特別感出したかったのかしらね。ネオバッタ、希望となったネオバッタリバイクじゃないか。お前を止められるのは俺たちだ。仮面ライダーリバイ&バイスネオバッタゲノム。ディアブロとの最終決戦、センチュリーやセイバーと共にディアブロを追い詰めるリバイスコンビ、そんな時ダメ押しのように未来のジョージから受け取ったバイスタンプ、ネオバッタバイスタンプを使用し変身したのがこのネオバッタゲノムなのぜ。リバイ、身長 201.5センチ、体重 79.7キロ、パンチ力 8.6トン、キック力 41.2トン、ジャンプ力 68.1メートル、走力 100m4 秒。バイスが、身長 202センチ、体重 81.3キロ、パンチ力 8.3トン、キック力 39.7トン、ジャンプ力 71.1メートル、走力 100m3.9秒。リバイスコンビはスペックの数値ではリバイが攻撃力、バイスが機動力が高く、この形態も例に漏れない。ネオバッタゲノムは01をモチーフにしてあり、原点同様電子的なエフェクトを出しながら高速移動することが可能。バイスの腕に装着されているネオバッタゲノブレイザー02のような機能がついており、視認せずとも敵の攻撃をいなすことが可能。リミックス形態では巨大化やメタクラのごとくバッタの大群を消しかけることもできる。イナゴ大マッタなし。後に本編ではこの時のデータを参照して現代のジョージがスタンプを開発、22で使用され、後に夏映画でも変身している。結構異例な形態だよな。数少ないオリジナルとモチーフが一緒な形態でもありますしね。コロナの影響で01とセイバーの共演映画が公開されずしまいで、その代わりってことなのかもしれない。そういえばエモーショナルは紹介したのにヘルライジングとかは解説しないのかよ。あれは夏映画フォーム解説で紹介したからな。01は本当に扱いが難しい。ちなみにさすがに今日公開の映画に登場した形態はネタバレになるから解説しないぞ。そういえば今日ずっとブラッカーいないな。どこ行ったのぜ。あいつは自分の活躍を見に行ってるぞ。解説より大事なのか。はい、というわけで今回は冬映画限定フォームの総集編をやってみました。いつも思うんだけどミスとかもそのままなんだよな。修正したりしないのかよ。そういうミスも懐かしさのスパイスになるだろ。さしずめにガスパイスってところか。そんないいもんじゃないだろ。これからもちょくちょくこういう総集編は投稿するので、ぜひご視聴くださいな。それじゃまた次回。